こんにちは、リンクマンです。水木ひるみです。どこですか？謎の、そして今ここに一つ椅子があります、ね、今日はちょっと関西からの使者が使者がいらっしゃるんで、あ、いらっしゃるんですかね。いらっしゃいそうなので、どうも。どうもこんにちは、久しぶりでございます。去年の1月ぶりぐらいですね。いや、本当ですよ。そうですね、ジャーナリストの野々下優子さんです。よろしくお願いします。本当お久しぶりで、いや、一回ね、オンラインでも、うん、我々の番組には出ていただいたことがありましたので、はい、いや、リアルで、うん、ガジェタッチに出てもらう、ああ、よかった。野々さんの動画はレアだった。レアだ。レアだ。そういう意味では、ちょっと、はい、よろしく。そして今日は、はい、なんか、ちょっとガジェットを持ってきていただいたということで、おー、そういう確かに。今日はなんかガジェット持ってきていただいた。今日はガジェット、そういう番組。これ何でしょうか？はい。皆さんご存知でしょうか。これがですね、はい、噂のウェアラブルグラス、ジーンズミーム。ジーンズミーム、メメじゃない、メメじゃない、メメじゃない。ジーンズミームっていうのは、まあ、遺伝子とかそういう意味ですね。これ数年ぶりに大幅にアップデートされたっていうことで、すごくネット上でも話題になってましたよね。まあ、ちょっと実際どんな風に使うのかも含めてちょっとお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ガジェタッチ。じゃあ、うん、はい、これで開けて、開封の儀。開封の儀というか、もう開けてはもちろんね、いますけど。ですね、開けまして、はい、こういう感じで。こういう感じで、これで、まあ、結構おしゃれな。あ、これ普通は何ですか、これ。Know yourself, care yourself. 怪しい、もう怪しい。最近これなんかグラデーション系のパッケージ、箱ね、おしゃれですね、すごく。で、ここに、あ、もうこれはもうなんか普通にね、これでもジーンズのメガネ買うと、買うとついてくるよね、はい、で、うん、開けると入ってません、はい、もうすでにノーマンさんつけていたっていうぐらい違和感がない。いや、もう全然わかんないですよね、それ。皆さん、ウェアラブルグラスって言って、ここがこう、鶴がガーンと出て、でかいとこ、ここがなんか鼻が立ってって言って、うん、でも、多分私今こうやって普通に出てきて、ここから出てくると思いきや、ここに気がついてるよ。これ持った時軽かったですもん。なんかあれも入ってないから。すごいっていう。ナチュラルな。今ね、私でも今、あれこれそうだよな。え、違う、え、そうだよな。ね、うん、全然わかんない。わかんない。普通におしゃれなメガネ。うん。ありますもんね。このぐらいのやつってね。形一緒でね、ウェリントン型とかって言われるメガネですね。で、今回これ価格もすごい安くなってるっていうことで、はい、結局、まあ、ジャンルとしてはウェアラブルメガネですけど、うん、なんて言ったらいいんだろう。例えばその AR とか VR メガネとかいろいろありますけど、うん、ジャンルとしてはセンサー系？そうです。ね、フィットビットに近いと思ってください。あー、なるほど。そういう普段使いの中でいろいろなデータを取ってくれてみたいな感じ。メガネを通してログを取るって意味では、まあ、アプローチとか。アプローチとか、それの、うん、まあ、メガネ版みたいな感じ。ということですね。で、多分会社さんもまだまだ、これからこのメガネで何が取れるかっていうのをやってる最中なんで、まあ、実は出たのは、最初出たのは5年前です。5年前から結構。そうなんですよ。で、5年前出た時から、ぶっちゃけハードウェアは変わってません。あ、そうなんですか。ただ当時はもうちょっと重くて、いや、ごつかった。で、ここにアンテナとかも入ってたなるほどなるほど。で、結構こう、まあ、かけたらちょっと前に行っちゃうぐらい、下向くとメガネが落ちてくるみたいな、ちょっとそういう感じがあったんですよ。鼻顔平ら族だから。ああ、なるほどね。ここからずれてる、大丈夫だね。ある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 。なのですが、もう本当にさすがメガネ屋さんと。そうなんですよね。メガネ屋さん作ってるっていうところちょっとポイントですよね。今まではほらこういうウェアラブル系っていうのはやっぱそのテクノロジー関係の、ね、そう、会社がメガネを作るからなんかちょっと違和感があったりとかだったのが、メガネ屋さんが作るっていうと、メガネの質的には間違いないですよね。そうなんですね。結構でもなんかこうプライドをかけてよりおしゃれにしてきたっていう感じありますよ。メガネ屋さんのメガネ屋さんのいじりかけてみたいな感じがすごく感じます。これ普通に店頭に並んでたらちょっとわかんない。多分普通に手に取ると、あ、なんかちょっとごっつ、ちょっ
と4つ目ぐらいな感じの、でもビジネスメガネっていうか、今流行ってるって言ったらあれですけど、まあ、でもそうそうデスクワーク用の、まあ、ウルグラスメガネですって言ったら、まあ、イギリスっぽい感じしますね。いや全然違和感がない。そうなんですよ。で、実際にどんなことができるんですか？はい、ですね、このメガネ自体は、うん、アプリを使ってこうアクセスします。ああ、やっぱりアプリ、ジーンズアプリみたいなのがあるんですか？っていうのが、ここに何もほぼほぼ入っていないので、コントロールとかは全部、こちらのアプリでいたします。これ、じゃあ、データは、要するにこう、メガネで撮っていて、それを、Bluetooth か何かで送ってる？そうです。Bluetooth でこちらに吐き出すというか、うん、立ち上げると、アクセスしてこっちにデータ取りましたっていうのが出てきて、あ、なるほど。でデータ自体はクラウドに貯められます。なるほど。なので最初の5年前の時はそれをどうするか、ここにメガネが貯めるっていうか、どうするかっていうのを悩んでたんですけど、今もクラウドが当たり前になって、個人の人が自分のデータを自分で管理するっていうのがある程度こうなんか、まあ、普通になってきたっていうか、嫌がる人もいなくなりましたね、あんまりね。あんまり意識せずにそういうになってますもんね、世の中的なものを、ね。で、それを別に外に出すわけではなくて、自分の中でメンテナンス、セルケアかなっていう。なるほど。ケア言わせるって感じですかね。あなたの人を知り、みたいな。自分を知ってケアするっていう感じですかね。なので、その、いかに自分が、その、普段、こうメガネをつけて何気なくやっていることがどういうふうなデータで取れるかっていうのをこのアプリで今回は力を入れてアプリを作りましたっていうのがポイントなので、実はハードウェアは変わってなくてソフトウェアの方がポイントであります。なるほど。はい、こんな感じで画面が、まあこの姿勢がね、今こうやって動くと、はい、本当だよ、もう本当わかりやすく。そうなんですよ。リアルタイムですごい見れるのも。これ横と前とだから、まあでもそっか、顔の位置がやっぱり一番ね、その軸じゃない。でもすごいよね。よく考えてると、メガネだから確かにすぐ角度が変わるんだよね、ここら辺の角度。逆にメガネ以外でこんなにセンサーがないんじゃない？自分の目の。一応、なんか腰につけたりとか、ここにつけたりとか。ありますね。ランディングセンサーとかね、腰でやるのとかありますけど。まあ、それよりも一応精度が高いというのがこのジェズミンのポイントで。例えば、足を組む。と、勝手に頭が下がります。体が曲がる。っていうのが分かるというところに今絞ってるという。なんかあんまり足をね、組むのは、姿勢としては良くないって言いますからね。でもこれだと、その傾きでこのぐらい、あなたちょっと右に傾いてますよ。すごい。めちゃめちゃすごくないこれ今の精度。でさ、普通にパソコンのモニターの横に置いといて。置いといて、ずっと監視しながら、あ、やばいってなって。赤くアラートが出る感じじゃないですか。うん、音で通知とかは特にないの？特に今のところはないですけれど、今どんどんソフトウェアをアップデートしていってるので、本当に毎日、アップデート来るんで。これちょっと欲しいかもしれない。これはでも、いいかもしれない。ウォーキングの姿勢を見るとか、あと、本当に、自分の、まあ、それ体幹だよね。体幹を鍛えるっていう時。姿勢が悪いとよく言われるんで、確かにこれはそう。まあ、どこに中心があるかっていうのも大体分かるようになっていて、さらにですね、その1日のうちの何パーセントがそのグッドの姿勢だと。そう言われると私結構床でゴロゴロしてるからね。自信がないですね。あともう2つありますけれど、はい、このアプリですね、こうやってちょっと画面を見ないとダメなんですけれど、まあ、穏やかかどうかみたいな。マインドフルネス的なことですか？はい、こんな感じで。出てきましたね、今なんか。円が3つあって、はいはいはい、これが広がりすぎていると、まああんまり。重力3万みたいな感じの。ざわついてるね。こうやって、こうじっと見てると。ずっと画面をひたすら見てると。だんだんだんだ ん, だんそれが、みたいな。そうなんですね。で、これを見て自分の、まあマインドコントロールというか、こう、自分に。まあちょっと集中するみたいなことなんですね。はい。で、さらに集中するというのは別にまたあってですね。これはまさしく同じふうに、この、ずっと見てると、どんだけフォーカスされてるかと。いうのが分かります。こんな感じで。ああ、来た。で、何ポイント、あなたの集中度何ポイントと。面白いのはこれ、ずっとスマホ見てると100ポイントどうしたものやら。どっちがいいんだろうみたいな。そりゃずっと見てるからね。そこに集中しちゃってるみたいな。うん、あとこ、今みたいに喋って頭をガンガン振るとさすがに取らないので、まあ、本当に一人でずっと仕事をしているとか、一人で何かをしているときに、まあ、自分のケアができるっていう。はあ。逆に友達
私喋ってる時にそんなボディメンテナンスがその気分があった。まあそうだよね。それは集中しなくてもね。本当一人になった時にすごい格好になった時あるじゃないですか。っていう時のちゃんとそういう時にもちゃんとしてることは結構大事ってことですね。大事だよね。時間的にどのぐらい集中しましたかというデータが出てですね。集中してる時間で1週間使い続けるとだいたいレポートというのが出てきて、ートータルグッドタイム。そうなんです。なるほど。かけてる間の何パーセントがグッド状態だったか、あと座ってるの時と立ってる時が一応判断できるので、ずっと座ってるとそろそろ立てる。ああ、これアップルウォッチのスタンドよりもより精度の高い。なんかすごい、確かにね。まあ動きがね、こうやって例えば立てば分かるみたいなこと。不思議。これ面白い。いろいろデータが出てきて、まあ1週間使い続けると出てくるっていうんで、これちょうど発表があったのが10月9日かなに発表があって、オンラインでも買えますし、全国に100店舗、それを、このジンズミームを売ってるお店があって、これは銅入れることもできるんですよね。できます。こういうまあ、ウェアラブルって本当に、野々下さん、いろんなところで取材されてると思いますけど、メガネとその時の姿勢に特化したウェアラブルって、他に似たものありますか？今のところ聞いたことがなくて、そういう意味ではまだ新しいというか、かなりジンズさんが先を行ってる感じ。いや、先を行ってるっていうよりも、それがどうなのって、残念なことで5年前に出してるわけですから、もしこの方法が正しいというか、みんなが OK っていうか、これすげえ画期的と思ったら、みんな追随したと思うんですよ。ただもしかしたら精度かもしれないし、もしかしたら特許の話かもしれないし、ここまで作り込むっていうのが難しいからかもしれないし、まだまだやっぱコロナになってから、さっき言った集中度とか、普通みんなこうやって手歩いてるし、無視してなかったこと。まあそんなに、要するにじゃあデータを取ってどうするのっていうところの答えがそもそもそんなになかったけど、必要はなかった。なかったけど、今コロナ禍になって、自分一人で作業してるシーンが増えたから、あとズームでね、とオンラインでね、見てるときに、なんか私疲れてるけど何理由と思った時に、メガネパッ、ジーンズの結果見たら、あ、私こんな1時間ずっとこの固まってたのねとか見てくるとしますし、あと面白いのはやっぱりこれ瞬きがしてるとかですね、瞬きの数と目の眼球の位置がこのアプリでも分かるようになっているので、これでもそれこそなんかズームずっと見てて、瞬きが少なくなってるとかそういうのもね、だから自分、もしかして、まずはドライヤーやってしまう。だって、私、自粛になったばっかりの時、iPad をちょっと角度きれいにしようと思って斜めにしてたんですよね。で、そしたら自分もずっと斜めになってることに気づかず、左側の首がめっちゃ痛くなって。そういうのが、うちで来るわけですよ。そう。あなたちょっとバッドすぎますよとかいうのが。そうだよ。でも、ニーズなかったっていうか、そこまでする必要なかったんですよね。家に引きこもってないから。今なのね。今、ちょうどそれが。ある意味タイミング良かったなとか思いますし、もしかしたらコロナに入ったんでこういう方向に突っ込みを変えたかもしれない。そこら辺はね、実はインタビューしてみたいんですけど、まだ聞いてないところ で、ウェアラブって確かに今さっき言ったようにデータは取れるけど、そのデータをどう活用するかっていうのが一番の本当はポイントなところで、いやだからカメラで外を撮るとかいうとか、AR でポケモンするというぐらいのゲームしながら外が見えるっていう、外に向かってるっていうね、まあ、VR もそうだし、そうだったんですけれど、今それがこうちょっと180度変わって、要するに外を見るプラスだったのが自分の内側を見るっていうふうに180度変わりました。で今この、まあ、ほとんどマインドフルネス系に振ってるし、こうやってメディテーションするアプリとかがいくつか、あとストレッチ、この間もしつけたら、はいはい、付け合われた時にこれしたらどうですかっていうのを、まあ、これからおすすめしていくように、どんどんこうコンテンツを増やしていく、新しいメガネというところを通じてできるコミュニケーションですよね。そのウェアラブルと自分と、ね、自分に向き合うみたいなのが、まあ今の時代は確かに必要になってきたっていうのは本当ありますよね。でもこれって例えばお子さんにねかけて、早い状態で、例えばどこに集中して見てるとか、割と散漫になってるとか、そういう傾向、お子さんの傾向とかも分かるようになるかもしれないし。これはでもちょっとまだ
あの多分ね5年間かけて相当苦労はしてたんでしょうけど、ここに来てなんかいろんな面白い活用方法が出てきてる。実はですね、5年前の時はですね、そのどこを見てるかを撮るとかですね、車のドライバーの運転手の集中度を測るっていう意味で、まあもしビジネスになったら B2B でバスの運転手を上げさせるであるとか、それこそタクシーの運転手に配るとかっていうのを想定していたんですが、残念ながらあの車の運転のその瞬きとかそういうのは今もうここのカメラでね、車が撮れるやつだから、そうなんです。で車の中にもどんどんこの5年間に入ってきてしまったというのもあるので、もちろんこちらと全然連携するとかっていうのもあると思うんですけれど、それはそれでニーズとしてあるけれど、そこはワンオブゼムの一つとしてやっていくけれど、それ以外にもうちょっとこう頭、その体の向きとかそういうところに行きましょうというところで、ボディメンテナンスけれど、でまあ、この箱の中に私その答えが一つあるんですけれど、そうなんですね、この中にですね、まあ、今回のこのジンズミームのキャラクターのサカナクションの山口さんが、一郎さんが、コマーシャルの曲も彼が書いてるということで、でこの、まあ、箱に入っている中にですね、まあ、こういうものをメイクしましょうという、こんな仕組みになってます。11月に実は今使っているそのまあアプリ以外に出てくる予定のアプリがすでに紹介されています。はい、ババーン !VTuber! おー一応 VTuber の時はこの iPhone の、まあ、Face ID を使って、まあ、顔を見てますけれど、それをいらない。かけて。この動きでね、だってそうか、まばたきをやる。次の段階がそっちに行くんですね。なるほど。もう一つはやっぱり、あの、視線入力ですね。こうね、クリックしなくても、これで、それが素代わりに思うとか、まあ、あと一番よく考えられてるのは、あの、通販の時にですね、どこを見て買ってるとか、そのショッピングの時にどこを見て買ってるかっていうのをこう分析するんですけど、そういうのも考えられてますし、API で公開して、API で公開してほしい。なるほど。これからいろんなソフトを作っていくと。で、その第一弾として、その11月に VTuber と、視線入力のアプリが出ますよ、というのが、第2弾。やってみたい。VTuber やってみたい。我々つけてそれが動いて面白いよね。しかもそれがね、メガネだけとかって、すごい面白い。そのアバターの作り込みとかも出てきてくると思いますし、で、立ったり座ったりとかの動きもある程度、このメガネだけでできるので、いろんなセンサーを。体中にね、つけてるっていう。どこまで。やれるか、まあ、ある程度の動きに追従する。これはでもちょっとね、その始まりっていうところは見てみたいですよ。それで言うと、今このジンズミームにはサブスクリプションに入ることによってこう使うクラウドに使えるようになる。でこれが今買うと1年間無料っていうことなんですけど、この API とか公開されるとどんどんそういう VTuber のアプリとかいろいろ出てきたら、これはでも、これがデバイスとして、ここを本当にしてさ。本当に面白いですね、なんか。その広がりになるんだ。変な話は、1年後に、まあ、サブスクリプションの、まあ、次、翌年払いますかってなるかもしれませんけど、その時に、例えば、このアプリを入れたら、まあ、ただですよ、また何ヶ月ただですよ、みたいな、そういうのも。サーバーのところをこうどういうふうに連携していくであるとか、そういうビジネスの新しい展開も考えられるかもですし、これちょっと欲しいね。これちょっと、それこそガジェタッチが API をいじって何か提案して、そのマーケットに。何でしょうか。何でしょうか、急に言われて。もともとそのマーケットを作るって言って、アプリマーケットを自分たちで作ると言ってますし、このタイミングでアップルがですね、そのサブスクリプションオープンってなったので、そうか、いろいろまだちょっと、まあ、すごくタイミング的に良かったってことなんですね。なんか、ジンズさんにとってはこの5年間、もう5年も経ってまだやってるのっていう声もあるんですよ。だからね、すごく頑張られた。満を持してというか。ですよね。なかなかいい。ここでついにもしかしたら一気に何回もしてますし、11月にアンドロイド版を。おー、じゃあそれまた全然ね、あの、使えるユーザーの数が増えてくるっていうの。開発を続けてくださるってもうめちゃくちゃ大変なことだと思うし、反対にも合うだろうし、言われもするでしょ。5年間も、いや、結果が出てないと言わずしても、そんなにってなって、
ってるとなかなか立場もね厳しくなるっていうのは当然ですからね。日本でそういう会社さんがいてくださるっていうのは非常にありがたいし嬉しいなと思いますよ。楽しみですね。会社的にはまあ、ほとんど妄想の域なんですけど、ですか、ね、噂のアップル AR グラス。ああ、なんかね、ずっとね、噂されてますよね。ここだけジーンズも使うって考えられませんか？ああ、センサー系はもうね、もしかしたら、そういう。アップルのグラスがこれついてきたらどうするみたいな、もう絶対妄想妄想ですけど、でもそのぐらいの実はもう精度も持ってるし、面白い。し、どうかとはちょっと、それこそ、あの、Facebook が出したり、Apple とのコラボとも違いますし、他の、まあ、メーカーがいっぱい出している、ほとんどもうメガネと変わらないやつと、あと NDR とかは、もう本当重たいなので、まだまだ NDR。そうですよね。だから、一番違和感なく使えるっていう。それ結構大事ですもんね。じゃないとみんな長時間つけてくれない。Apple Watchもそうだと思うんですよ。違和感がなくなって、でどんどんみんながつけてくれるようになると、うん、データに精度がね出てくるし、なんかここにアップルロゴが入ったらジーンズメガネが出てくるかもしれない。アップルロゴ入ったら何でも買えます。関係ない。何でも買えます。わあ、すごい面白い。ありがとうございます。ちょっと、うん、またノノさんはですね、はい、あの新しいガジェットを持ってきてもらいましょう。新企画いろんなガジェットを我々に紹介してもらって、いろいろやって、本当贅沢よ。いや、それはもう贅沢、贅沢よ。うちでしか見れませんよ。本当に大先輩です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやガジェタッチでは今回のように様々な新しいガジェットも積極的に紹介していこうと思っています。番組面白かったという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで今日は野々下優子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。またやるよ。課長か、まあ、欲しい。この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。番組へのメッセージは Twitter@ ガジェタッチでお待ちしています。